それをなんと50着コラボ販売みたいな感じで、あっさっすげえっすか、外気温度から20度ぐらいのマイナスの設定下があったな。え TikTok ですごい投げてる方っす。えあの方、これはネットワーカーじゃん。これ有名です、はい、デニムのジャケットで税込みで、だけどこれがまた売れとるらしいんだよ。塗り替え同士でやるならもっとちょっとガンガンサービスしてくださいよ。例えばあの市のチタンの市の一本を作る。めっちゃ汗出てきてますよ。いいですね。おはようございます。今日は東京ビッグサイトで開催されるイベントに来ました。僕だけ前日に東京の方来て所属ライバーさんと打ち合わせをしたりして過ごしてました。もう着くみたいなんでカメラを回しながら社長を待っときたいと思います。社長っぽいな。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。失礼します。はい失礼します。はい、ありがとうございます。旅配信でございます。旅配信じゃねえ、はい、動きがあった方がいいと教わりましたんで、はい、代理社長に俺が都合がいいというだけだ。はい来てみてください。はい、うん、おはようございます。あ、おはようございます。今日は一人でね、俺珍しいかな、俺一人で、うん、ちょっと緊張するもん、新幹線一人、はい、一人でどこもラーメンも食べていけない小林です。西に行くですけど、はい、東京ビッグサイトに、はい、なんか今リライブってシャツやっとるじゃん。はい、リライブシャツな。はい、であれが、まあ、あんまり思ったより売れてないと。はい一緒じゃん皆さん。はい、ちょっと高かったからな。はい、でちょっと、まあ、ある建設業専門アパレル関係の人にちょっと今相談しとって、はい、まあ、いろいろ、まあ、物とか YouTube チャンネルとか、まあ、物自体はいいんだから絶対これ売れますよ、やり方ですよっていうことをちょっとアドバイスもあった。どんなお話になるか楽しみです。ちょっと全然イメージわかんないな。あ、ジャパンファッション、あ、そうっす、これっす。ファッション、結構でかいファッション、でかいっすね。あれどこにおるの。綺麗な女性いました。それじゃ女性ばっかいます、そこ。そう、はい、サンダルのメーカーっすね。すごい女性ばっか。行きたい方向を邪魔する方がダメなんで、はい、失礼しました。ビリビリだったらすぎあれネットワーカーさんか。あれって前ワークマン来てた会社ちゃうんですかこれ、うん、目の前のキルド涼しい。あ、すげえじゃん、ちっちゃいし、あ、ちっちゃいし、これ何ですか。扇風機の空調服の新しいやつ。ギルチェソシという甘いことです。半導体の一種で、あと結構冷える。うちのやつは体感温度から、まあ、外気温度から20度ぐらいのマイナスの設定なんです。20度か、はい、でしょ。いや20度すごいな。35度だったらそこから20度マイナスっていう設定で15度ぐらいだ。まあそう、もっと冷たい。あのネット系のより体に効いてる。できるよ。マイナス20度とかって言うそうですね。建設業はどうなんですか。建設業はやっぱ作業服メーカーさんの問い合わせが多くて、あの YouTube で、あの建設業 YouTuber 日本一なんですよ。ああそうですか。20万人ぐらいチャンネル登録してます。え、まあ、はい、これやったんですけど商売で、はい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 、コケにコケて6000着ぐらい作ったんで。作ったことないですか。名古屋市です。え、僕は名古屋です、はい、あ、そうですか。え、遊びに行っていいですか。名古屋の、ぜひぜひ、はい、名古屋の審査会です。あ、マジですか。ね、ぜひ本当に展示会を受けたら来週から参加してますので。あ、ぜひ、はい、よろしくお願いします。来週からはおるんですか。来週からいる、ちょっとこれ、はい、預かります。絶対覚える名刺ですね。YouTube のこの箱でやってるんで。ぜひまた、はい、チャンネル登録しましょう。ぜひ、ちょっと、すいません。ありがとうございます。おー、なんか一発目から、はい、一発目から来ました。いいな、来たかあったな。え、ミゲルさんって TikTok ですごい投げてる方っす。あの方 TikTok で多分あの奥使ったっす。あの方それだけで奥かけ使ったっす。ミゲルさんこのハットかぶってる方奥使ったっす。じゃあす、じゃあ、あ、 YouTube やってまして、なんか知ってるらしくて TikTok ですごいミゲルさんで奥投げてるんで TikTok の事務所やってますよ。はい、はい、事務所ちっちゃいです、一番ちっちゃいです、はい、僕の YouTube で、はい、練り替え道場っていう YouTube 建設業で見たことないですか。綺麗なある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 、知ってる知ってる知ってる。あ、そうなんや。よろしくお願いします。それも僕は年上やってるんですけど、まあ、社員で来て、まあ、SNS やりたい、はいは
ライバー事務所立ち上げ、はい、まあまあそうそう、二次代理店か、そうですそうです、美味しい、そうそう、大丈夫です名刺僕持ってきたらリアルだね、これは何やってるのか、あでこれどんな、あおしゃれ、機能性、いやもう全部みんなあのインフルエンサーの方々が書いてすごいコメントして、インスタに最後はインスタに全部この動画見直します、はい見直します、見直します、今のここ使っていいんですか、全然危ない発言だけ、はい、じゃあ今日はお願いします、はい、お願いします、あどうもどうもかっこいいですね、あれこだわり強いな、すごいですね、あれだけ撮るんですね、全部トラス君、そうです、しかも YouTube 待ってるよ、いいですか、あ、どうぞ、どうぞ、全然大丈夫です、はい、いいとこ使ってください、はい、あれ、ガラスします、ちょっと、まあ、YouTube せっかくやってるんで、すみません、すみません、はい、はい、じゃあ、ネゴストワーカーズの、これ、有名なやつですね、ブランド立ち上げて、はい、一応デニムがやっぱりメインで、はい、こんなデニムを採用した、こちらのジャケットのパンツ、はい、というところでやらせていただいています、いきなりなんか、はい、ソレリの顔をしてるじゃないですか、怖いわ、気使ってんすか、いやいやいや、いいとこ、いいとこなんですけど、いつものキャラでいいですよ、はい、でうちのネクストワーカーズのブランドで、デニムのジャケットより大体3万3000円、税込みで、だけどこれがまた売れとるらしいんだから、はい、売れてんすよ、多い、はい、その加工であったりとか、ディテールもそうなんですけど、上下で3万3000円、いえいえ、ジャケットだけです、上下で上下で大体、まあ、6万円ぐらいで、すごい、はい、これ現場で着るやつおるんですか、いますいます、現場で実際に着てる人もいますよ、でただそのワークウェアってこれ難しいのが、その作業服としてだけでうちも出してるわけじゃないんですよ、はい、ワークウェアのやっぱりその要素とか、まあ、ミリタリーとかバイクとか自分が好きなあのそういったもののテイストを全部ちょっと詰め込んで、仕事以外でも着れるし、もちろん、まあ、まあそうだ、はい、そうです、で今回あのファッションワールドってこの展示会、まあ、うち3回目なんですけど、はい、まあ、大体いくらぐらいですか聞かれるわけですよ、はい、普通のアパレルの方が、はいはい、ファッション関係の人が来てこれいくらぐらいなのって、まあ、3万から4万ぐらいですねって言ったら安いって言われます、あ、はい、なるほど、で安いじゃん、でもっと高くした方がいいよとかってやっぱり言われますね、作業服って聞くとね、やっぱり作業服だもんね、作業服として出してるわけじゃないですよ、ただそこはあの嬉しい誤算でですね、最初その初っ端の100着限定でやった時があったんですけど、はい、僕ファッションで皆さん楽しんでいただけるのかなと思ったら、実際建設現場で着てる人もいるんですよね、結構います、はでその人たちによるとやっぱりこういうものを着れるってこと自体がやっぱりドヤっていうなんかその気持ちにつながるというか、はい、とかそうですそうです、こだわって、そうです、まあこちらもそうじゃないですか、はい、まあ、そういうところでモチベーションをアップにつながるとかね、でももちろん道具はやりたかったんですけど、あちょっとこれ、あもちろん、はい、どこまで作ってますか、これいやいやでもあの田島さんのあのハーネスとか田島さんのラインヤードなんですけど、はい、あの今回このイグジットっていう新しい新ブランドで、ワーカーズイグジットっていう、はい、あの新ブランドで立ち上げたんですけども。はい、今回はそのこういったフェイクレザーのまあホルダーと腰袋とまあ腰当てであったりとか、そういったものちょっとある程度一式で、いやうちもこのさっきもちょっと動画で言って、まあ、そこ使われてるか分からないですけど、やっぱ、はい、リハイブでこけてでこれでも相談したの、ね、元々ありがとうございます、ブランディングが構築されてるから、ね、それちょっと勉強させてくださいって言って、まあ、そうなんですね、 SNS でも発表するからもう、はい、僕らほっとくのはもう無理ですよもちろんもちろんお任せください、もう任せください、これ YouTube で言っちゃうもんね、はい、だってもともと飛び職だよ、はい、あ そうです、はい、自分で会社やったの、そうです、でそれでなんか社長で自分のこだわったものを作ってるし、はい、これになったっていう、そうそうそう、まあまあ簡単にはそうです、ね、この人俺とはもうえ、全然儲かんじゃねえかみたいな考え方だもん、スタートが違う、いやいやいや、ビジネスマンですね、俺これ売れると思う、売れます、サムネどうですか、ここうちの YouTube でやったら3万円もないですかちょっとなんかね、ちょっとその辺のところをちょっと今日話してみて、はい、ここだけど、ここ作ったけど、ちょっとマイクついてるから、全部拾ってますからね、さっきのここで全部拾ってますからね、他になんか宣伝したいこととか、なんかないですか、そうですね、まあ、ここが、俺、これはね、はい、ご視聴者の皆さんにこれ、まあ、はっきり言ったように、売れると思う、はい、これ、目の前で見ると、かっこいいのね、こういうのとかさ、はい、水平器、これもちょっと考えてほしい、ダムだ。
安全帯につけれるし、まあ、これ今出とんだと思うんだけど、今俺らの時代なかったし、はい、でもさ、俺ら職人ってやっぱ格好つけとるから、うん、かっこいいって大事だね。はい、そうですね。エグジットとかな。そうですね。エグジット、はい。これがワーカーズエグジットっていうあの新しいブランドです。ブランドのこれの、はい、新シリーズですかね。かっこいい。はい、これこういうのやりたいな、はい。やりましょう。ぜひ。儲かるの？はい。さらにしょ。社長儲かりますよ。これ全部拾ってます。いやいや、僕は儲かんないですけど、僕はもう全然、僕はもう全然あれで職人さんのためにやってください。社長にやっぱり儲けてほしいんで。はい。はい。いやでも工具はありです。ありっすね。だってでもかっこいいわ。かっこいいし、かっこいいし、単価もやっぱり高くても結構皆さんやっぱり買うんですよ。必要なものなんで、はい。自分が好きなんで。そうですね。あとは季節関係ない。服、なるほど、服って春物とか、ね、夏物とか冬物とかってあるじゃないですか。だいぶリスクでありますもんね。そうでしょ。であとサイズが多いじゃないですか、うん、まあ基本的にワンサイズですよね。これ場所取らないですね。場所取らないですね。季節関係ない。季節関係ない。要は年がら年中売れるという。俺なんか倉庫代だけで月に5万6000円ぐらいかな。5万6000円。おまけですね。ちょっとなんか面白いことでもしたいなと思いまして。ああ、そうです。ちょっといろいろご提案があります。はい、またちょっとじゃあ、はい、商談、はい、一回ちょっとじゃあ視聴者の皆さん、はい、休憩でお願いします。ありがとうございます。はい、待ってる。はい、回ってます。はい、視聴者の皆さんはあれからすぐだと思いますけど、実際もう10回喋りました。そうですね、結構喋りますね。めちゃくちゃ強いのを発表します。はい、これがなんかあれ着とるやつとまた違うって言ってました。あ、これ、まあ、近いね。もうほぼこれです。はい、こんな感じです。これをなんと50着そうですね、約50着、はい、をまあまあコラボ販売みたいな感じで、はい、まあ、やってくれると。はい、でこれどこまでちょっとサービスちょっと塗り替え同士でやるんだから、もっとちょっとガンガンサービスしてくださいよという話をしたところ、まあやらせくさくなるとかね、先に聞いたらガンガン、もう一回カメラ回しようと。回しましょうと。まあもうちょっと考えます。どうします、何します、もうこれいきなりカメラ回ってもうやりづらいですよね。そうです。これ50着限定だけね。その代わり50着限定、はい。でまあ本当塗り替え同士さんだけと最初はコラボで、はい、もう本当に、あれは塗り替え道場さんに、まあ、1割だったら1割でも宣伝していただくなら、持っててくださいって。俺本当にいらないって言ったから。で、その代わり、なんかじゃあ、もうお値打ちしてくださいと。はい。なんかつけてください。なんかお値打ちとかじゃなくて、例えば、なんかさ、さっき言ってみたら、塗り替え道場とコラボ商品なんか塗り替え道場のログじゃ入れますよとか。はい。無料でね。で、まあそういうのじゃないな、俺は。なんか機能性か、なんかサービスとか、例えばなんか、ね、例えばあの、市の、チタンの死の一本作った。ええ、俺死とか、俺職人だったから分かる。あれ3万7万ぐらいしました。もっとするっけ。まあちょっとあのチタンの死のは無理ですけど、はい、今まだ出来上がってないんですけど、実はこのワーカーズイグジットっていう、はい、うちのネクストワーカーのこれ新ブランドができるんで、はいはい、それのネックストラップを今実は作ってるんです。いやいやいや、ネックストラップ。ネックストラップ。こんな感じ。こういうやつ。はい、こういうものです。はい。こういうものを作ってて、新カラーなんですよ。はい。3色予定で。はい。それを購入者の方に無料で全員にプレゼントします。いや、それじゃいかんな。嘘。そんな、なんのサービスじゃねえ。俺、職人だったら、いや、それどうでもいいわ、って。いや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 、そんなせこいこと言ったら、俺はもう、紹介料、ね、これ1割持っててくれ、な、はい、もっと本当は、これな、話出てたけど、俺はいいですって言ったのに、まさかのストラップ。何がいいですか。いや、パーカーじゃない。パーカー、え、パーカー新作、まあ、出てない。かっこいいっすね、これも。パーカー一人一着。これだって いくらするんですか。でもやっぱり3万3000円です。上下で、ジャケットで3万3000円で、上下だとパンツで2番7500円で、上下で6万、はい、6万何個、まあこれ概要欄に入ってます。はい、でパーカー1つ作る。いや、何が欲しいよ、ね、どれいけるんですかね。いや、なんか例えばでもその50着とかでも、もちろん50個ないとダメなんで、はい、ってなるとうちのところも例えばキャップであったりとか。いや、キャップとか嫌だ。いや、もう言われるんだろうな。俺もね、あの塗装屋死ぬほどお客さんとぶつかり合ってきたね。わ、細けいお客さんにやられまくってきたから、そこはもうガチ押しししました。めっちゃ汗出てきてますよ。いいですよね。いや、ちょっと打ち合わせでそんな本当ストラップとか言って、うーとか言って、俺もう、まあ、一回ちょっとレース取りましょうかって言って俺も言ったじゃん。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。で、なんか僕も動画でいっぱい確認したんですけど、なんか最後はっきり、うん、なんか喋っとったのもなんか値引きとかなんかいろいろ話しましたけど、そうなんかこっち来る機会なんで、まあせっかくだからどうかみたいな話で、はい、まあ、来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
汗かいてくるじゃないですか。いやいやいや、そうなんだ。もう社長だったら吹き出てくる。で、はい、どんな感じで、まあ、今さっきちょっとちらっと聞きました。そうですね、まあ、こちらの方発表後に、まあ、予約商品として、はい、受付をまあ開始すると、はい、それまでの間にご予約いただいたお客さんに対しては、はい、金額を5000引き。なるほど、はい、というところで上下ですね。上下、はい、ジャケットも5000、パンツも5000、はい、5000、1万円、でかいですよね。でかいです。上下だけでも売れるし、下だけでも売れる。もちろんそうです、はい。今日もっと見えますよ。もちろんです、はい。ああ、ちょっと商品を買い、じゃあ出します。ああ、もう着てほしいな。いや、はい、イケメンが着ると。あ、そうなんですか。はい、じゃあジャケットの方が、はい、通常だったら3万3000で、パンツが、今7500円。通常価格3万3000円通常価格通常価格27,000円でございます。はい、税込みが、しかし、まあ、そちらの方が、そうっすね、大丈夫っすね。一回来てくれて、これぐらいの体型の身長は、身長は173センチ、173、はい、まあいい感じの結構細身のマッチョだよな。細マッチョみたいな。これぽっちゃり、まあ、これぽっちゃり系。細マッチョちゃいますよね。なんかいいスタイルだよね。うわ、いい体だな。細マッチョちゃいますよ。細マッチョじゃないよ、これは。じゃないですね。これね、じゃあマッチョ。マッチョ。マッチョ。でも、まあ、その体重だってそんなにでしょ。68だよね。うん、まあ、本当に職人さんの標準体型みたいな感じだよね。上下で3万3000円、2万7000円だから、はい、5万、6万、ちょうど6万ちょですね。6万ちょ、はい、これが N、 これで上下 M です。上下 M だね。はい、まあ、N なのかな。 S は小さい。 S は小さいですね。でも彼で M か、これちょっとタイトルの M なんですけど、はい、もしくは L か。多分普通に下にいろいろ着込んだりしたい人は、はい、あの L でいいと思います。ああ、そうか、そうか、仕事で着て、もう冬で、これ生地的には冬通電ですけどね。一応、天音さんできます。え、天音さん、重音さん、要はデニムのその厚みですよね。お、厚みがその、めちゃくちゃアパレル業界みたいな。いや、なんかやばくなかった。僕、自分の話をやりづらい。確かに。チンポンスのさ、天ですよ、天です。天音さん。天音さん。で、大体その、あの通常作業服が多分8オンスとか、まあ、9オンスとかなんですけど、この、まあ、10オンス、10オンス、まあ、まあ、そこそこ数字上がれば上がるほど分厚い。分厚い。ちょっとチャックしてさ、これちょっと背中の感じみたいな、どれぐらい伸びるんだろう。結構伸びますよ、一緒に。ああ、全然伸びる。デニムが伸びる。伸びますよ、ストレッチに効いてますので。ピンバイ。足も、足も、この感じ。足も、足も、はい、全然。ジャージみたいです。あ、そう、いや、それはもう森本さん、ジャージはちょっとあ、じゃあ水曜日、水曜日だね、ちょうど1日ね。はい、あ、1日公開で、まあ、今日の定で今日予約開始で、予約開始でも10日までにしますか。そうですね、10日ぐらいかなと思いますけどね。まあ、動画見てくれてあれですけどね、はい、後から見てくれると思うんで。そうですね、まあ、もしこれ10日もうだって11月の1日から10日が毎朝予約期間中、ね、で、まあ、それ以降も見てくれて、まあ、割引は普段やってないですよね。割引やってないのがあったらまだあるんですよね、多分。これどうですか。あ、これですか。うん、あ、もちろんその予約期間で大幅割引、あのサービス期間中がその10日間で、そういうこと、それ以降でももちろん買えますよという、まあ、そういうことですね。はい、ぜひまた見て、そうです、もう興味あったら、はい、10日以降も多分公開されると思う。ああ、そうですね。はい、ぜひ見ていただいて、お願いします、はい、お願いします、はい、せーの、また見てこれ覚えました。何をそう欲しがりで、なんか言えよみたいな感じで。まあ、これもうちょっと詳しいのをちょっと興味ある人は、はいはい、なんか YouTube、SNS かなんかやってますか？インスタ？そうです、うちの方でインスタも、あの YouTube もあります。YouTube あるんですか？で、YouTube チャンネルの方で、はい、あの商品申請の、はい、とかしてるんですよ。ああ、なるほど。で、こちらの方もうちょっとあの加工感であったりとか、はい、着たような着用感っていうのを、はい、我々の方でもう一回取り直して、はい、ちょっとそこご説明詳細をします。あ、それが動画が上がっとるんですね。これ上がる。あ、わかりました。で、まあ、1日付には上がっとる状態ですね。これ視聴者さんが見た時には、はい、あ、ぜひそちらの方もし本当に興味あったら、ちょっとこれ本当に、はい、まあ、高いからね、どういう風の価値観か、本当におしゃれ
ギリだよねこれは。そうですね、うん、仕事で着るんかどうか、うん、まあまあ初対持ってるやつがこれ仕事中にこれ着たら奥さん怒られそうだもんな。怒られてると思います。ですよね、うん、ぜひまたあの詳細はこちらの YouTube、はい、な何あのネクストワーカーチャンネル、ネクストワーカーズ、そうですね、ネクストワーカーチャンネルっていうの、ネクストワーカーズチャンネル、はい、YouTube やってみますんで、そちらの方、はい、またリンク貼っておきますんで、ぜひ、そちらの方も見て、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。せーの。